何かを隠すようにして追い出されたって。分かってたんですね。はい。どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。ちょっともうすごすぎてごめんなさい、おかわりしちゃいました。富田康弘さんです。はい、よろしくお願いします。富田康弘です。お願いします。いやもう皆さん本当に今すぐねチャンネル登録していただきたいと思います。チャンネル名が、はい、富田康弘の怪談ジャンキークラブという、チャンネルでございます。ぜひともよろしくお願いします。もうね怪談100本近くお持ちなんですけどもね、今もたくさん取材をされてどん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 数増えてるんですけども、何がすごいって、現役で不動産業を、されていて不動産屋さんなんですね。でその傍ら去年から怪談の活動も始められてるんですが、はい、100件以上の事故物件を内覧した怪談師ということで、はい、もちろんその事故物件以外の話もたくさんお持ちなんですけど、はい、やっぱりね、はい、事故物件にまつわる話ちょっともう少しだけ聞かせていただきたいなと思いまして。かしこまりました。いいでしょうか。はい、わかりました。まあ僕が実際、まあ、体験というか取材をした話をちょっとさせていただきたいんですけど、はい、まあ、今からちょうど2年前ですかね、コロナが蔓延する前なんですけどね、ある友人からの紹介で、まあ、かなこさんっていう女性のお客様をご紹介いただいたんですよね、はい、でかなこさんが、まあ、当時お住まいやったのが都内の足立区っていうエリアに住んでおられて一人暮らしされてたんですけど、はいはい、まあ、お仕事がアパレルのお仕事やって転勤で大阪に行くことになったと、うん、なので大阪の新しい家を探してほしいって言われたんですよね。もともと東京の足立区に住んでたんですけども、はい、大阪の方で部屋を探すと、はい、探したいと、はい、って言われて、で、まあ、東京から、大阪に来られて、まあ、内見を一緒に回っていくんですけど、まあ、一番最初に、まあ、どういう物件がいいですかっていう質問と結構したんですよね、うん、でその中で絶対譲られへんポイントって何ですかって聞いた時に言われたのが、出ない物件がいいです。出ない物件がいい、はい、と思って、どういうことですかって聞いたら、実は私の物件ずっと出るんですよって。あ、東京の家がって聞いたら、あ、そうなんですって。でその話なんですけど、まあ、かなこさんその足立区の家っていうのが、まあ、間取りが 1LDK の60平米っていうめちゃめちゃ広い家なんですよ、うん、そうですね、はい、でそんなに広いのに家賃が10万ちょっきりなんですよ。23区内で10万、めちゃめちゃ安いですね。破格でしょ、はい、でただその物件でリノベーション物件、今ちょっと人気あるじゃないですか、はい、まあ、そういった物件でもともとは 3LDK のお部屋だったのをぶち抜いて 1L にしてる、やのにその部屋だけ明らかに安いんです。でも安くて広いでなおかつ綺麗からもう即決して住んだんですって、うん、で住んだ初日の晩寝室にね、まあ、ベッドを設置してベッドで寝てたら、かなこさん生まれて初めて金縛りに遭うって言うんですよ、うん、で目は開いてるんですよね。でこうやって寝てたらものすごい視線感じて、目線を自分の足の方にパッて頑張ってやったら、自分の足の先に中年ぐらいのおじさんが直立不動で立ってるんですって、うん、で立って若干斜めに視線をやりながらかなこさんのことをじーっと見てくる、はい、でしばらくしたらそのおじさん煙みたいにファッて消えるんですよ。うわ、でもその消えたのに金縛り解けないんですって、うんうんうん、え、まだ解けへんと思ってたら、次自分の足の膝あたりを両足をバッとこうまたぐようにして学ラン来た高校生ぐらいの男の子が立ってて、また上からかなこさんのことをじーっと見てくるんですって。でしばらくしたらその男の子もファッて消えるんですよ、うん、まだ金縛り解けないんですよ、でしばらくしたらめちゃめちゃ息苦しくなるんですって。かなこさんが目線を自分の胸元にやったら、エプロンつけた、まあ、中年ぐらいの女性の方がね、正座みたいな体勢でかなこさんの首を両手で掴んでグーって握りしめるんですよ、はい、その瞬間かなこさんはうーってなってるんですけど声は出ないんですよ、でしばらく我慢してたらその女の人はファッて消えるんですよね。
まだ金縛り解けないんですよ。えっ、ー、って思って、えまだ来んのまだ来んのって思ってたら、自分の頭を優しく誰かが撫でるんですって。えっと思って、かのこさん頑張って眼球を左にやったら、自分の枕元に幼稚園ぐらいの男の子、髪の毛もパッツンなんですって、その男の子が 膝をこうね、こう正座みたいにして、一生かなこさんの頭をうわーって撫でてるんですって。でもこの撫でてる子に関しては怖いっていう感情が一切湧かなくて、むしろ安心できる、あ幸せ、そんな温かい気持ちになるんですって。でそれでしばらく経ったら、その男の子も消えて金縛りが解けるんです。でかなこさん、これどんぐらいのペースで見てるんですかって言ったら、週に1回間違いなく見ます。そんなに毎週なんですって。でただ面白いのが、今4体の例出てきたじゃないですか、はい、最初の中年の男性、中年、高校生ぐらいの男の子で、中年の女性、この3体は順番バラバラなんですって。ほうほうほう、バラバラなんですけど、例えば、おばさんからおじさん、少年って日もあれ あれば少年おばさんおじさんとかって、まあ、バラバラなんですけど、最後は決まって幼稚園ぐらいの男の子が膝立ちというか、ここ膝つけてよし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 って撫でてくれる、これが毎週で、まあ、そんなこと僕言われて、さすがにちょっと心配なんで、まあ、本当に、まあ、安心して住めるような家探しますねって言って、まあ、いろんな告知事項とかもない物件をいっぱい探して提案してね、まあ、その日に申し込みしてもらったんですよ。で、まあ、審査も通ったのが翌週ぐらいですかね。で、かなこさんに審査おりました、なので引っ越し会社と手配してくださいねっていうお願いをして、で、まあ、その、2週間後に引っ越しやって、で1週間前ぐらいになったら引っ越し会社が段ボールとかいっぱい持ってくるじゃないですか、はいはい、で荷造りが始まる中で、まあ仕事も忙しいから早めにやり始めようと思って、荷造りをブワーって進めていって、部屋の隅に段ボール山積みにしていくんですよね。で朝迎えて、仕事行くじゃないですか。で帰ってきたら、昨晩荷造りした荷物が全部蓋開いてて、服とか物が部屋中にばらまかれてるんですって。でそれが2日続いたから、ああこれ拉致あかへんわそう思ったから、もう引っ越しの前日に荷造りしよう、はい、で前日の晩にね、もう徹夜で全部やって、で朝7時ぐらいに全部終わって、8時に引っ越し会社のトラック来たから全部積み込んで、で、朝の9時半に管理会社さんが立ち退きのね、立ち会いに来はるんですよね、はいはい、で来はって、管理会社の人が、まあ、バインダー持ちながら、あこのフローリングちょっと傷ついてますけど、これって元からですよねっていう、いやここ大丈夫ですよ、経年劣化なんでとか、まあ、そういったやり取りで、まあ、補修箇所があるかどうか調べるんですよ。でその中の会話でね、この部屋なんかなかったですかって不意に言われたんですって、はい、でかなこさん、え何かって何ですかって聞き返したら、あ別に大丈夫ですって言いながら、そのままチェックをしていろんなとこ見ていくんですよ、はい、でいよいよじゃあ一緒に部屋出ましょうかって話になって、管理会社の人が先に出て、でかのこさんも自分の靴と手荷物持って玄関でね、部屋また振り返ったんですって。振り返って、まあ言うても長いこと住ましてもらったらいい部屋し、まあ幽霊とかも出たけど、まあ感謝はしてるから最後お礼言って出ていこうと思って、あ長い間お世話になりましたってお辞儀した瞬間、奥の部屋でドド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 ンってラップを聞かれが鳴り響いて、うわっと思った瞬間、管理会社の人が慌てふためいて、早く出てください早く出てくださいって言って出されて、鍵バチャって閉めて、あもうすぐ新幹線時間大丈夫ですか、早く行ってくださいねって、何かを隠すようにして追い出されたって。分かってたんですね、はい。で後日、まあ加奈子さんが言われた物件住所とか調べてて分かったのが、その足立区のその物件、要するに事故物件やったんですよ、はい、何があったかっていうと、もう今から、もう30年ぐらい前ですか、30年40年ぐらい前なんですけど、その物件の部屋っていうのが、まあ4人家族が住んでたんですけど、はい、お父さんが浮気して、でそれに怒り狂った母親が暴れ散らかして、お父さんをまず殺したんですよね。でその流れでもう一家心中する、で子供2人も道連れになって4人が全員亡くなったっていうお部屋だった。あなるほど、
もしかしたらお父さんの死に方って首絞められて亡くなったんじゃないか、かなこさんが言った通りその首絞めてる相手ってお父さんに対してなんじゃないか、そんなお話でございます。いっぱい今あるんですけど、はい、聞きたいこと、途中ね段ボールに荷造りをした、はい、でもそれが翌朝になるともうバラバラに出されてる、はい、これが何回か続くってなると、はい、その家族は引っ越しをさせたくなかったのかな、そうなんですってちょっと思っちゃった。そこめっちゃ僕も思ってて、もしかしたらなんかもうかなこさんのことめちゃくちゃ気に入ってたんじゃないかなって、ね、自分たちの存在を認知してくれる、かといって大ごとにもしないし、うん、慌てふためくこともない。だってかなこさんそれずっとよう住んどけましたねって聞いたら、いやもう慣れてきて怖いっていう感情なくなったんですよね。でもそれもね、もしかしたら怖いっていう感情がなくなったっていうのも、もう何かそっち側の方にかなり引っ張られていて、はい、ちょっと危ない状態だったのかもしれないですよね。そうですね、うん、その恐れが一番強いかなっていうのもありますね。よくほら心霊スポットって絶対怖いから行かない方がいいのに、なぜか楽しい気持ちで行きたくなっちゃうとか、なんかそういう怖いっていう気持ちじゃなくなっちゃう人いるじゃないですか、はい、それってちょっと危ない状態だっていうのに近いのかなってちょっと思っちゃいましたね。そうですね。で、すごいのが、まあ、そのお母様だったんでしょうね、きっと首を絞めてたっていう、はい、でお父さんと少年はこう見てたっていう、はい、赤ちゃんとか幼い子供がずっと撫でてるっていうね。だからもしかしたらですけど、情景としてはお母親が首絞めてお父さんが意識不明で、まあ、亡くなるじゃないですか。小さい子供は亡くなってるのは知らんくて、お父さん寝てると思ってよしよしって撫でてたんじゃないかなっていう情景を想像した時に、僕すっごい悲しくなって。なるほど、そうか、かなこさんなんだけど、実はそのかなこさんの体っていうのはその殺された時のお父さんなんですね。そうです。だから足先で、一番足の先でお父さんがずっと立って自分のことをこう見てるってことは、自分を亡くなった自分を見てるってことですね。そうです、そうです。でお母さんはもちろんこう首を絞めてるから、その状況ですよね。うん、でもよくわからないのが、学ラン来た男の子はお父さんの足のこの膝、まあ、かなこさんの膝のこの辺を両足またいでやってたってことは、もしかしたらお母さんの背中を押してもっと首絞めろ、もっと首絞めろってやってたのかなとか、もう情景が怖すぎて、そこはお母さん の殺すのを手伝ってたんかなと思ったり、想像すれば想像するほどめちゃめちゃ気持ち悪いですか。全部ごめんなさい、勝手につなげちゃいますけど、はい、確かにお父さん暴れますよね、はい、その時の足元を、はい、その少年の方がお母さんの味方だからかわいそうだと思って抑え て,、はい、抑えてた。その間にお母さんはぐっと、まあ、そういう行動に出た、はい、でも小さい子供はわからないから、ぐたっとしたお父さんに対して、あれ寝てるのっていう風な、でそれをお父さんが亡くなって自分で見下ろしてるっていう、はい、なんか一つ全部それがつながってきちゃいますね。そうです。だからそれがちょっと僕想像するだけでめちゃめちゃ悲しい気持ちの方がやっぱり多くて、ごめんなさいね、これってね、はい、不動産屋さんが何かありましたって思わず聞いた、はい、でごまかした、で最後ダダダダダダンってね、うん、なった後すぐ出てったってあったじゃないですか、はい、だから不動産屋さん知ってますよね。確実に知ってますね。でこれってかのこさんがこの部屋入った時にその状況とか情報って知ってたんですかね。多分かのこさんは入る時は言われてないんですよ。だから隠してるとこやったんでしょうね。だからきっともう間取りも変えてリノベーションもして、はい、っていうことでもうそういうことがあったんだけど、まあ、その不動産屋さんは伝えなかったわけですよね、はい、そうです。富田さんね、はい、まあ、不動産屋さんやられてる理由としてやっぱりそういうことでいい不動産屋さんばかりじゃないと、はい、だからちゃんと情報を伝えずに伝わってないまま入っちゃう人がいるから、そういうことがないように自分がちゃんと調べて、はい、みんなが安心して暮らせるようにってことで、まあ、このお仕事をされてるって言ってたじゃないですか。はい、はい、そうです。だそうなるとやっぱり良くない不動産屋さんもいるってことなんですね。まあ、正直なところ言うともう利益重視の店舗とかもやっぱあるじゃないですか、はい、商売なので、結局そこで天秤かけた時に利益を優先してそういった伝えないといけないところをおろそかにする業者もやっぱり中にはあるんで、ぜひね、これすごくもう皆さんぜひ知っておいていただきたい情報なので、はい、もう現役の、ね、はい、不動産屋さんが教える、まあ、そういった物件に入らないように、まあ、する方法、はい、
気をつけるべき方法を、じゃあ次あの井戸端を階段っていうので、あ、はい、いろいろ質問させていただいてもいいですか。かしこまりました。ぜひ皆さん次ね、はい、まあ、部屋借りるときにはですね、ちょっとこう知っといた方がいいんじゃないかなという情報をたくさん教えていただきますので、はい、ぜひね楽しみにしてご覧いただきたいと思います、はい、すいません本当に何度も。ありがとうございます本当に。あのね、 YouTube チャンネルやられてます、はい、はい、チャンネル名が、はい、富田康弘の怪談ジャンキークラブというチャンネルでございます、よろしければ登録お願いします。はい、もうねこんな話たくさんありますんでね、ぜひ皆さんあの概要欄貼っておきますので、チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。お願いします。いや、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは富田康弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。僕あのもう一つ説、あ、何なんですか、ずっと考えてたんだけど、はいはい、カノンさん女性ですよね、はい、お父さんがまた浮気相手として、はい、はい、かのこさんを選んだってことですか。うわ、気持ち悪い。それもそれもあるぞ。あ、だからだからお母さんは首を絞めてる。お母さんは首を絞めて、うわ、男の子は、学年の男の子は手伝って、で荷物を全部出したのは原因を追及しようと思って、証拠を探してたってことか。そうか、お父さんの体じゃなくって浮気相手のというふうに錯覚してこうやって、はい、うわ気持ち悪い。それもただそうなった時にドドドドドっていうのはお前出ていくのかよっていう追求できないまま、 お前逃げんなよのドドドンかもしれないですよね。ただ浮気相手の頭を撫でてる赤ちゃんって切ないですね、うん、何なんでしょうね。でも赤ちゃんを見て赤ちゃんに撫でられると毎回優しい気持ちになってこの金縛りが解けるんですよね。そうだから、そのあと、あの安らぎとか幸せっていう感情で、もしかしたらその音、僕考えたらお父さんが亡くなる、本当に亡くなる、息は絶えてるんだけど魂はまだそこにあって、息子が一番下の子が撫でてるのを見て、あ、俺自分のせいでこの幸せを台無しにしたんやな、あ、もっと子供たちに愛情注げばよかったなとか、そういったなんか悲しい気持ちと、あ、息子に対する愛情がそういう気持ちにさせてるのかなとも考えました。いろんなこと考えちゃう、ね、だからこの話は僕はすごい好きなんですよね。あ、確かに大隈さんのなんか最後のあの説、それも面白いですね。変態ですね。いやいや、すごいそれで考えてたんですよ。あ、そういうことなんだってずっと撮影しながら思ったんですよ。はい、あ、でも奥深いですよマジで。これ考えれば考えるほど、まあ、こればっかりはね、本当にこう霊の声が聞こえたり気持ちが分かるっていう方にね、 そこに現場に行ってもらわないと答えは出ないですけど、はい、